前提が違う。とある。前提が違う。なんでかっていうと。バカだから会話こいつ IQ が違うとね、やっぱ会話ね噛み合わないんだよね。もう一回話すね。いい。素直は多分分かると思うんだけどな、俺。うん？もう一回話すね。煽りいらない。あのね、前の試合に対して、うん、俺に対しての意見を主観だって言ったの。うん、あなたじゃない真実。うん。ね、で、あなたが俺に、うん、俺じゃない当事者じゃないんだから主観では絶対話せないんだよ。主観と客観の使い方あなた間違えて使ってるの。だからあなたが前の試合に主観的、いやまだ話してない。うん、あなた主観って言い切ったから。あなたは主観って言い切ったから。客観性とか客観的とか違うから、ね。俺は客観してるっていう例えを。俺は主観だよ。俺は主観っていう風に言い切ったよ。そうだよね。だから主観にはなり得ないの。主義主張だから。例えばあなたがリングに上がってない試合で主観的に見るっていうことはありえないんだって、うん、だって主観を持ってないんだからリングに上がってないんだから、うん、客観視しかできないよって言ってんの俺は、うん、だって観客だったんだから客観視しかできない。そう、あなたがあなたが示したじゃない先ほど。だからそれが頭悪いっす。僕が俺の言ってることは分かってないんだよ。違う、お前かぶせんなっていうふうに言う。めっちゃかぶせますやんこの人。なんなんですのこの人、めっちゃ焦ってますやん。あの苦しいと被せてる数ジミーさんの方が多いよ、うん、いいよどうぞ。いや数の問題じゃない、選手の問題じゃないから。いいですか、何の問題、客観性のものを取り入れて主観で喋ってる。何の問題、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 分かる。ちょっと待って、何の問題なの。数の人じゃなかったら何の問題。逃げたい、いや逃げたいじゃなくて何の問題、何の問題。逃げない、この話から勝てないから。え、何それには答えられない。都合悪いの。何が都合悪いの。何の問題、うん、数の問題じゃなかったら何の問題。どういうこと、何の話をしてんの。分かんなくなっちゃった。数の問題じゃなかったら何の問題なの。何の問題なの。はい、話そらしました。話そらしました。ちょっと待って待って、だっておかしいでしょ。何の問題なの、答えられない。そらしちゃった、逃げちゃった。ひろゆきに憧れてんだったらちゃんとね。いや数の問題じゃなかったら何の問題なの。ね、論理でもいいよ、理論でもいいよ、ね、自分の好きなスタイルでやればいい、うん、そういうふうにやればいいんだから全然ね。分かった、だから話を今ちゃんと主観的か客観的かっていうところで乗っかって今やってたよね。あなたも例示を出したでしょ。ああアーネストオーズはどうだこうだって試合のリングの話をしていたでしょ。上げ足を取るのさ、だったら数の問題じゃないんでしょ。どこの問題だ。そこに沿ってしっかりやらなきゃダメだよ。俺は自分の答え言ったよ、そのことに関しては。で、それをぐだぐだ続けてんの、うん、あなたなんだよ。だから次の話題行こうよ。何が数の問題だ。続けてるじゃなくて話題イコールってことは逃げるってこと。マジっすか、いきなり。あ、じゃあそこでさ、じゃあアンケート取ってみようよ。名前どっちが出るかっていうの、君の土俵でやっていいよ。あ、いいの、うん、どっちが、さっきみたいに。じゃあ、オッケーオッケー。じゃあ、うん、今の今聞いてる時点、先ほどみたいに取っていいよ。ちょっと静かにしてもらってもいいですか。今聞いてる時点で理路整然としてるのはどっちだと思います。言ってる主張が正しいと思うのがジミーさんの人はジミーさんで、和道の人は和道でお願いします。自分で主張してないっていう風に言ってるのに理路整然っていう風に言うのがおかしいんだけど、ね、だって俺の意見まず言ってないもん。まだ矛盾、矛盾してないよ。だから意見言ってないのに理路整然であるかってことを言う自体がおかしいっていう風に言ってんの。理路整然って言ってる。上げ足を取られんの。ちょっと待って、理路整然なんて話俺してないよ。うん、してないよって。秒ぶれっすか。あ、だいたいコメント流れてますけど、どうでしょう。うん、はい。あ、でもこれで勝敗をつけるとは言ってないから、じゃあ話いこっか次。あ、どうぞ。うん、はい。うん、でさっきなんか言ってた問題点っていう数値っていう話覚えてたかな。覚えてます。あの、揚げ足取りは君の方が多いよっていうふうにおっしゃったじゃないですか。和道の方が揚げ足取り多いよっておっしゃったことに対して、はい、いや、数で言ったら僕はあなたの方が多いですよって言ったんですよ。で、数の問題じゃないって言ったんですよ。多いか少ないかって数の問題だと思うんですけど。揚げ足取りが多い。揚げ足取りが多い。ですね。あ、ごめんなさい。かぶせの数だ。揚げ足取りっていうのは、ごめんなさい。ごめんなさい。間違えました。あの、かぶせる数だったわ。ごめんなさい。揚げ足取りじゃなかった。すいません、僕の間違いです。今あのリスナーさんが教えてくれたんですよ。こけしさんがあの被せる数が多いって言われたんですね。僕は、はい、
はい、声を重ねる数、うん、はい、で僕は、はい、数はあなたの方が多いよって言ったの、数ってことね、そうで僕は、はい、あなたの数の方がかぶせたこと多いよって言ったことに対して、はい、数の問題じゃないって言ったんですよ。で、はい、何の問題ですか。はいはい、かぶせの数、あ、かぶせの数ってことで、かぶせを指摘してきた君が僕に、いや指摘して、いや君の方が圧倒的にかぶせてる数が多いよっていうふうに言ってきた。いやそれに対して俺が数の問題じゃないと言った。逆です、逆です、うん違います、逆です。それで違います、運じゃなくて、運じゃない、分かってない、あの逆逆、そうじゃなくて、俺はかぶせの数でしょ、かぶせの数でしょ、かぶせてくる、違う違う、聞いたら説明してあげる、逆逆か、俺が言った自ら、俺に対して指摘をしたんだ、かぶせの数が多いとは言ってないよ、かぶ君もかぶせてるけどねって言ったんだよ。かぶせてるってことは逃げることなのかなって言ったんです。正確に言うと覚えてないですか、自分の言ったこと。熱くなってるんですか、うん、大丈夫ですか、うん、うん、どういうこと、うん、議論にならないですよ、自分の言ったことを覚えてないから。じゃあちょっと待ってください。ここで俺が言ってることの方が正しいか、記憶がジミーさんの方が言ってることが正しいか、もう一回書いてください。どっちの記憶が正しいかちょっとアンケート取らせて。だってもうそもそもさ、自分が主張できてないっていう風にさ嘆いてるやつがさ、どっちが理路整然としてるかっていう風にさアンケートみたいなのを取るっていうのがおかしいんだって、そもそも、うん、まず多分そのバカなんだって。多分だけど、うん、リスナーさんの認識で僕が言ってる方が正しいってなってますよ。じゃあこれね、視聴者じゃなくてお前の信者だから、うん、僕普段アクティブ、まあいいんだよ、俺勝ち負けだからどっちでもいいんだけど。あ、そうだ、いやアクティブないの知らねえよそんなの、はいはいはい、うるせえお前、絞りたてのコンドームみたいな顔して何言ってんねん。絞りたてのコンドームってなんすか。コンドーム絞るんですか。そこ拾うなよ。え、そこ拾うなよお前、そこ拾うべきとこじゃないってお前。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。